えー、若林さんがノーブル代表を取締役をおり、宮迫さんが株の100%を持つようになりました。山本に立ちたくない若林さん、河井博之さんが言った通り、宮迫さんが男気を見せました。えー、牛久場オープン1日前ですが、会社の体制、現在までの炎上について説明、謝罪等がないものですが、このまま逃げ切って疑問隠れするつもりだと思いますが、いただきについては若林さん、光さん、半々で、株保有のために何らか知らない説明が必要だと思います。説明なしでは若林さんの批判が余計にますと思います。まあでも多分忘れると思いますよ。 あのオープンした後にうまくいったら別に今までの,その若林さんがどうこうって全然関係ないし多分失敗したら宮迫さんがめちゃめちゃ困ったっていう動画を上げてもっと面白いことになると思うんですよなのであの大失敗したら大失敗したっていうので動画で面白いし成功したら成功したので別に全然問題ないじゃんって話なので多分誰も不幸にならないですよね出資してる人であれば不幸になるかもしれないですけど別にあの出資してるわけではないと思うんですよ皆さん なのであのであどっちに転んでもあの困る宮迫さんが見れるか、まあ、美味しい焼肉屋ができたよねって話なのかっていうところで,で一応なんかあの予約満員なんですよね焼肉屋さん3月がただすき焼きコースめっちゃ空いてるんですよなのであのすき焼きコースの方の肉だったりとか一応その仕込みだったりとかもあると思うのでやっぱそういう意味であのランニングコストが高いままで厳しいスタートなのかなという気はしてますけどもはい 牛腐状について中田さんが宮迫さんが炎上したら若林さんが謝罪する約束をしてましたが。 えー、試食会での水死体金銀ベタ乗り、えー、寿司といまだ説明がなく、えー、クロスサム森田さんに一言が降りかかり渦中でのラーメン動画でなぜか鈴るさんだけ謝罪しています、えー、自ら裏に隠れ宮迫さ,さん光さんのおかげです兄弟やる点で有能かもしれませんが人としては最低で会社のトップとして謝罪説明責任を果たさない点で経営者として無能だと感じましたが会社は潰れないのでしょうか、えっと、会社潰れないと思います あの多分宮迫さんが俺が悪いんや、俺が、えー、と若林を指名したんだから若林さんが苦労するところは俺が全部カバーしてるやるやるぜっていう男気を発揮すると思うので多分宮迫さんがそこのフォローするっていう形は変わらないんじゃないかなと思いますえー、牛宮城の若林さんは有能無能どちらでしょうかまたその理由をクロいただきたいですえっと現段階ではまだ未定です 要はその3月1日に牛宮場がオープンした時に本当に黒字になるのか赤字になるのかっていうところで多分その,あの若林さんが優秀か無能かあ、有能か無能かっていうのが評価されるべきでその現段階のプロモーションの段階で売り上げが立つ要はあのオープンしないのでまだその成功か失敗か分かんないですよね。 なので、現段階では有能か無能かは分かんないんですけど、ただ、あの、コメントで、有能でしょう金は全部出させて自分は経験できてるんだからっていうのがあるので、そういう意味で、あの、自分ではほとんどリスクは負わなくて、割と好きなことをやれてるっていうのがあるので、優秀かもしれないですね。若林って誰えっと、ノーブルプロモーションっていう会社の社長さんで、あの、宮迫さんのやってる事業の、あの、を、そのノーブルプロモーションって会社があったんですけど、そこの社長さんで、えっと、株の50%若林さんが乗っ 持ってて45%を宮坂さんが持ってて5%を高橋くんっていう子が持ってるっていうそういう構造ででノーブルプロモーションと別の会社が出資して牛宮城を作ってるのかなっていう感じの,あの公開情報を今説明しました。はい えー、2018年、2019年年間400万ずつの黒字コロナにより2020年、2021年年間200万ずつ赤字のマツエクサロンを400万で購入しようと思っています場所もよく店舗もかめきれいですジムの手直し箇所は多くありそこは改善できるかなと思います MA の形だと高いと思うんですがやる気は出ていますこの購入は妥当だと思いますか思いません 赤字が年間200万出てるっていうので、コロナが終わってから買うんだったらいいと思うんですけど、あの、コロナが終わってない段階で買うのはギャンブルだと思うんですよね。なので、僕だったら買わないですけど、まあでも、その、やりたいと思うんだったらいいんじゃないですかやれば。はい。まあ、どれぐらいの値段なんですけど、例えば、あの、買うんですけど、営業半年しないっていうので、耐えられるのかどうか。 例えば半年ぐらいすると、ある程度日本でもそれなりにもう、外出ていいよねとかっていう話になると思うんですけど、まあフランスとかだと別にもうレストランも普通に空いてるし、みんな好きに生活するしっていうので、旅行も好きにどうぞっていう感じなんですよね、ワクチンを打ってると。でも日本の場合って、その、まん延禁止ま、まん防まん延期、なんか、まん延期防止措置なんとか法みたいなので、なんか飲み会とかあんまりやらないようにしましょうとか、外出ないようにしましょうってやってるので、 なので、そのなんか松江区みたいなやつって、人によく会う人が行くと思うんですけど、もうコロナ禍で別にリモートだし、人に会わねえから、別にこんなん必要ねえわ、キャバクラとかやったって人来ねえしみたいなところだと、やっぱり仕事少ないと思うんですよね。なので、そのコロナがどれぐらいで終わるのかっていうので、じゃあ半年で終わるんだったら、半年間は一切雇わないで、その家賃だけ払う状態で我慢して、その後再開できるっていう資金的余裕とかがあるのであれば、手出してもいいかもしれないですけど、ただ半年後に買うとかでもいいんじゃないかなと思いますけどね。はい 要はその、現段階でコロナがいつ終わるかが見えないんですよ。3ヶ月ぐらいぐらいに終わりそうだなとか、もっと明確になった段階で買うと、家賃3ヶ月分で済むじゃないですか。なので、その、飲食店僕、基本的にもうやめた方がいいですよってずっと言ってるんですけど、コロナが終わりそうになってから買えばいいと思うんですよ。なんか、いつ、まあ、いつかは終わると。なので、いつかは終わるから買いましたっていうので、あの、去年なんか、近海強盗だった人が、なんか焼肉屋さんでなんか、あの席数が100店舗ぐらい、100 こぐらいやる、なんか、お店を、なんか、渋谷で買って、で、焼肉がやるのかと思ったら、なんか、オープン延期しますって言って、まあ、未だにオープンしてないけど、なんか、人は雇ってるので、人件費を払ってて、で、なんか、あの、内装を変える工場を2回やるっていう、なんか、頭のおかしなんで、あの、焼肉屋さんがあるんですけど、ああいうのが分かりやすい大失敗の例で、もう、コロナがだって終わってもいないのに、そんな待機引っかけ続けてどうすんだっていう。なので、あの、多分あの、その焼肉屋潰れると思うんですよ。 で、あの、多分1年ぐらいで潰れると思うんですけど、で、1年経つと多分コロナもそれなりに収まってるので、なので、その渋谷にある牛宮城っていう焼肉屋さんが潰れた後に、あの牛牛城を再開しますって言って焼肉をやると結構儲かるんじゃないかなと僕は思ってますね。はい え、お世話になりますし、ま、し、焼きとゆうかちんですあ。お世話になります。えー、宮迫さんの牛宮場ですが、渋谷に焼肉店としては大きすぎる規模、店舗経営を業務委託し、さらに利益の数十パーセントを支払う契約をして、信頼関係に基づくお肉の仕入れを突き替えてで業者を変えるなと、ありえない発言を連発します。あ、そうなの月替わりで仕入れ変えるんだ。すごいね。えー、現役の飲食のプロとして心配なわり問題点を、焼きとゆうかチャンネルで配信しました。えーさ、ぜひ動画を見てご意見いただけると、 嬉しいですはい、あの、まあ、肉ガチ勢ですからねその新橋の,あの焼き豚ゆかちゃんなんですけど内イ肉を扱ってるお店なので。 あのちゃんとした肉ットとやらないと本当に食えたもんじゃないと思うんですよね。いやその内臓ってあの、まあ、どんどんその臭くなるので、早めに処理をしてるし、そのうんことかついてない状態であのちゃんと製品を出してくる仕入れ屋さんとずっと仲良くして、その信頼関係を作った上で、ようやくその中で仕入れ値をちょっとずつ下げてもらうとかっていうので回ってる会社だと思うので、肉に関してはかなりガチ勢だと思うので、そういう意味ではちょっと興味があるので見てみます。はい、青汁王子さんが ヒカるさんと宮迫さんがやってるレストランについてあの感想を言うみたいなのが「ガジェット通信」っていうサイトになんかニュース記事になってたんですけどでそれクリックしたらその青白王子さんが生放送で言ってたらしくてなんか動画としては1時間ぐらいですよでそれ探すのめんどくせえと思って「そのあの青白王子光、カ宮迫」って検索すると、まあ、案の定切り抜きが出てきてあの1分とかなんですよ。あ超便利と思っててククリックして見たんですけど えとそのあの光さんと宮迫さんがあの牛宮城っていうあの焼肉のレストランをなんかお互いにお金を出しして渋谷で始めるっていうので「渋谷のこんなところにあるんだ」っていうので内装とかかっこいいおしゃれとか絵とかかっこいいみたいなところで始まってであのお金を出す光さんも宮迫さんもその店初めて来てるんですよ。 で、その後に、じゃあ肉試食してますっていうので、最初の肉は結構美味しかったみたいで、あ、いいじゃん、美味しいじゃんってなるんですけど、3食目ぐらいから、ちょっとね、空気悪くなるんですよ。で、宮迫さんが多分、その、えっと、お店の、その、飲食系のコンセプトを宮迫さんが担当で、ヒカルさんが多分、広報宣伝担当だったっぽいんですよ。 これまずくねとか、いや、これないでしょみたいな、食い物の文句をヒカルさんが言い始めるんですよ。で、宮迫さんが確かになと思いながら、それは俺の責任だから一緒に文句を言うことができないっていうので、すごいなんかあの、口数少ないんですよ。で、びっくりするぐらい口数少なくて、もうめちゃくちゃ面白いんだけど、そういうことがあったっていうのが僕、あの、ニュースでしてて動画は見てなかったんですよ。 で、その青汁王子が解説してたのを見てて、で、その青汁王子の解説曰く、うまくいってないのも含めて演出であると。なので、本来は、あの、うまくいくことが可能なんだけど、あえて、ああいう失敗っていう動画を出して、あの、うまくいかなかったお店がうまくいきましたっていうストーリーにしようとしてるっていう解説をしてるんですけど、ああ、どれどれと思ってその動画見たんですけど、僕が見る限り、あれはガチで失敗してますね。 要は、あの、演技でやってる場合であれば、ヒカルさんは、これの責任者を外すべきですねとは言わないんですよ。要は、その、誰が責任者で担当者かっていうのは、メンバーわかってるわけじゃないですか。でも、こんなにひどいものを作るやつは、外した方がいいよねは、演技でも言えないはずなんですよ。要は、あの、演技でわざとまずいものを出してるんだったら、その担当者の人の人生が今後まずくなるわけじゃないですか。 要は変な料理を出すやつっていうのをチャンネル登録者数何百万人のヒカルさんに言われたってなっちゃったら、その後飲食店やってけないじゃないですか。だから、そのわざとストーリーでやってるんだったら、そいつのせいだとかやる気がないとか、そいつは味がわからんとかって言わないはずなんですよ。で、それをヒカルさんが言ってると。 これが笑いとして変えるんだった。宮迫さんが、いやいや、言うても、みたいな笑いとして変えるんだったらまだ成立するんですけど、もう宮迫さん終始黙ってて、あの、口数めっちゃ少ないですよ。あれ見て、あ、これガチだな、と思って、その空気感がめちゃくちゃ面白いんで、1時間半ぐらいで結構長いんですよ。 あの、本来では多分、あの、美味しいレストランなんか焼肉でみんな来てくださいってならずなんだけど、もうやばい点があって、ここの料理はここがやばいとか、ここがまずいとか、で、たまにね、こういう名詞出ちゃってるんですよ。だから編集ミスだと思うんだけど、何々さんっていう料理を出した人のこういう名詞出ちゃってるんですよね。だから、あれもだから、ああ、これまずいじゃんって思うんだけど、っていうのも含めて、まあ僕は面白かったんで、はい、もしは興味がある人は見てください。はい